今回は水上の F1 と呼ばれるカヌー競技です。神埼市に15歳にして18歳以下の日本代表に選ばれた高校生がいます。一度は競技をやめるほどの挫折を味わいましたが、今周りの支えで大きな飛躍を遂げています。水面に浮かぶゴールに向かい、より早く、ただひたすらにパドルを漕ぎ続ける。目指すは日本、世界の頂。私はワールドカップやオリンピックで活躍する選手になりたいです。カチスポ。毎年インターハイや国体で上位に入賞する強豪神埼高校カヌー部。今年の春、カヌー名門校の門を叩いたのは18歳以下の日本代表、カヌー界のニューヒロイン、花岡ゆらら選手15歳です。先輩たちが楽しそうに漕いでて、自分は水嫌いなんですけど、でもそれでも楽しそうって思いました。地元福岡県で7歳の時に出会ったカヌー競技。たまたま近くの池でやっていたため興味本位で始めましたが、持ち前の運動神経でぐんぐん上達し、小学4年生で全国の頂点に。絶対的な自信を持ち挑んだ中学初の全国大会。結果はまさかの予選敗退でした。決勝にさえ上がれなくて、それがショックで、勝てなくて、それが苦しくて一度やめました。しかし、このままやめてたまるかと、自宅から車で片道1時間以上かけて筑後川に向かい、一人でカヌーと向き合う日々が続きました。戦う相手がいないってことが、なんかこんなに寂しいんだなと思って。一本漕ぎやろ、なんかできてないけ。競技をやめた後も一人孤独な練習を続けていた花岡選手に声をかけたのが恩師の園田監督でした。寂しそうだったんですね。ただまあカヌーの仲間として一緒に練習をやりましょうという感じでしたね。園田監督率いるジュニアクラブの一員となった花岡選手、技術指導を受けたことで飛躍的に上達し、翌年の全国大会で準優勝、去年の世界大会では17位の記録を残しました。そして今年はまだジュニアの年齢15歳で18歳以下の日本代表に選ばれています。第5レーン萩野さん、神埼高校。飛ぶ鳥を落とす勢いで迎えた今年5月の県高校総体では、1年生ながら先輩たちを振り切り見事優勝。インターハイの出場権、さらに国スポへの内定を勝ち取りました。インターハイの獲得権を得られて嬉しい気持ちでいっぱいです。冬場のオフシーズンにトレーニングするマシン、エルゴメーターでその力を測ると、花岡選手のパドルを回す速さ、回転数は100メートルで135回。やっぱり最大の魅力はダッシュが速いんですね。マックスバットが314もできるんですよ。ここをもう本当に男子と争ってる。同じ条件で筋肉自慢の記者が全力で挑戦すると、全ての数値で花岡選手を
はるかに下回り惨敗です。幼少期からの経験で培った水をつかむ力、毎日20キロを漕ぐ練習で身につけた回転数が彼女の武器です。自信がありますか？ありまくりですね。まあ、外側の大きな筋肉は素晴らしいんですけど、やっぱそのコントロールするですね、こう体幹だったりインナーがまだまだ弱いということで、まあ日本を背負って立つ選手にならないといけない選手だと思ってるんでですね、はい、もうコツコツやっていってほしいなと。もうそれさえできれば、まあオリンピックも見えてくるかなと思ってます。実践型のトレーニングだけでなく肉体改造にも力を入れ、さらなる高みを目指します。閉じる3、4、5。きついんですけど自分のためになると思って頑張れてます。いただきます。カヌー留学で佐賀に来た花岡選手は一人暮らし。肉体改造に最も大切な食事は、近所にある旅館のおかみやアパートの大家さんが毎日の夕食から学校のお弁当まで全力でサポートしています。いつもお弁当の蓋を開けるたびにもう感謝だなって思って、食事の面でめちゃめちゃ支えられてます。優しくて見守ってくれてるんで、佐賀のお母さんですね。明るいお嬢さんで、はい、全然気使わなくていいですよ。日本一になってよくオリンピックに出てほしいです。はい、楽しみです。ただいま。ハードな練習と慣れない家事、初めの1ヶ月は寂しく、母久美さんと毎日電話していました。塩分とって、うん、水分とって、熱中症、うん、気をつけて。はい、ありがとう。離れて暮らす家族や佐賀で出会った多くの人に支えられ、日本そして世界の頂へ、まずはインターハイと国スポに挑みます。インターハイと国スポでは200メートル両方優勝を目指します。